動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。西の山手線として御堂筋線が挙げられ、大阪環状線が大阪市内の中心部から少し外れたところを通ってると言っても一切のためらいもなしにクロスシートの近郊タイプの車両を突っ込ませるもんだな。しかも323系も快速に扉の数を合わせられるとか、一体大阪環状線ってどういう存在なんだよ。山手線のように独立した平行路線があったらこんなことにはならなかったんだろうにな。しかも大阪環状線には数多くの罠が仕掛けられてるし、どこかのテーマパークじゃあるまいし、こや初めてやってきたバトラーはなんじゃこやってなるかもしれんな。ぴょんたプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。なんだよそれ、乗るのに罠が仕掛けられてるとか。車両に危険物がついてるわけじゃないからそこは安心するといい。ここで言う罠っていうのは直通列車の存在だ。直通列車、俺ら山手線の列車にはそんな列車は一切ないぞ。西側の大崎から池袋にかけては埼京線とか湘南新宿ラインが山手貨物線を快速列車さながらで走ってるし、東側に関しても京浜東北線や上野東京ラインがやはり快速列車さながらの走りっぷりをしていて、特に京浜東北線とかは堂々と快速表示してるし、こっちは周外列車の他に大曽根と名古屋港を結ぶ名古屋線のルートもあるよ。それ以前に今の名古屋線が古名古屋線の区間だったし。直通列車が一切走ってないのは俺んところだけか。その直通列車がとにかく、くせ者なんだよね。天王寺の環状線ホームで、折り返す221系、223系、225系も、周回列車に合わせて、普通を名乗るけど、出発してすぐに本来の行き先に、改めて、寺田町より奥はそれぞれの、快速を名乗ってる。もっとも、環状線内は野田と阿波良橋と、今宮の3駅しか通過しないけど、これが225系の LCD で表示される天王寺内回りホーム発の快速車両の案内表示器。普通、大阪環状線行きって明らかに奇妙な表示だ。これが寺田町に着くと本来の列車の姿に変身するのだ。これが初見殺しの罠の一つ、内回り列車の種別変更。関東だと、地下鉄との相互乗り入れを中心に、
各社ごとでの種別変更が盛んに行われてるけど、大体は業績表示器とか自動放送とかで事前にその旨をアナウンスしてるぞ。こいつ唐突に空港に直通する快速に変身してるぞ。何か不都合なことがあったのか。ああ、環状線の快速は2回天王寺を通るから、あえて内回りは天王寺寺田町間で、外回り奈良や和歌山から来た快速は大阪からそれぞれ種別変更してるのさ。大阪と天王寺の間の西側が通過運転、東側が各駅停車と運転スタイルが全く違うってのもあるし、内回りに限って寺田町大阪間でも快速表示なのは野田、あわら橋、今宮に止まらないっていうメッセージでもある。それ以前に環状線だけど全ての列車が周回列車じゃないって意味合いもあるし、逆方向も大阪から普通列車として環状線の列車のように振る舞ってるぜ。もし奈良や和歌山の段階で天王寺行きって表示するとこんなことになる。次の王子行きは16番線路から発車します。列車は6両で到着します。足元白い丸印、そのため大阪で普通列車に種別変更するまで大阪環状線駅として大阪駅に向かうわけだ。関空紀州寺快速は阪和線の列車だから天王寺折り返しとなると阪和線ホームで折り返すことになるな。だけど関空紀州寺快速の京橋行きは最初から京橋行きと名乗ってもいい気がするんだけどな。おそらく天王寺で内回りに乗り換えた方が早いと判断してるのだろう。天王寺での乗り換えは手間がかかるんだがな。ちなみにさっきのクリップはピエノッテ省で緊急事態宣言が出た時に起きた現象。なんかピエノッテ省は2020年代そのものを支配してそう。まさに我慢の2020年代。まあ323系が快速に扉の数を合わせられるほど日中は快速が多数派なんだがな。こっちもラッシュ時間帯を中心に名城線との直通範囲が広がったりするよ。もっとも金山では左回りが1番ホーム、名古屋港行きが2番ホームと、発着する列車が明確に分かれてるけどね。そうそう、トンネル内ってことで、内回りが左回り、外回りが右回りとして、案内されてるよ。天王寺も一応、大和路線と阪和線の直通列車用の、ホームとは分かれてるんだけど、あの快速どもは両方の、ホームにやってくるから、ものすごくややこしいのだ。それでだ、わざわざ、天王寺、寺田町の間で普通、大阪環状線駅を、名乗ってるのは、ダイヤに関しては、府中1時間あたり、周回列車、大和道快速、関空、紀州寺快速が、4本ずつ走ってるぜ。このダイヤ構成は、福島に快速が止まるようになった2012年からで、それまでは、ラッシュ時間帯と同じで、天王寺では、周回列車、寺田町からの夢咲線直通と、大和道快速が出ており、関空、紀州寺快速が、京橋発着だったのだ。その関空、紀州寺快速は2008年春まで、桜の宮と天満も通過運転を、やっており、東側であっても、全列車が各駅停車なのは天王寺、京橋の間だったのだ。は、そんな過去があったのか。俺が環状線に来たのは2006年頃だから、わずか数年で今のように、東側が各駅停車で、編成も4両と4両の、分割となったのだ。まさか、それって。
そう、関空、奇襲時快速には、とんでもない罠が仕掛けられてたんだ。一つは、関空快速、関空特快ウィングの、座席指定車の存在。同じ車両で追加料金がかかるのは、関西では受け入れられない。今でこそ、内回り、阪和線折り目線で、前の4両が関空快速、後ろの4両が奇襲時快速と、明確に分かれてるけど、座席指定車がなくなって、5両と3両に車両が、組み替えられた後も、5両編成側が関空快速なのか、奇襲時快速なのかも、運行時間で違ってたという罠があった。なんじゃらほい。需要が多い方に5両編成を、割り当ててたんかいな。罠といえば、大和道快速においても、迷惑な罠が仕掛けられた過去があったんだ。あれはひどかったな。何があったって言うんだ？俺の担当列車である大和道快速に、短い6両で運転してた列車があったのだ。今は8両関空編成と、4プラス4の2種類に分かれてるがな。44だと車内からの、通り抜けが制限されるってのは関空、奇襲時快速でも、同じことだけど、この問題点はむしろ関空、奇襲時快速の、方が大きい。と言いたいところだけど、323系には女性専用車両があるから、俺の6両編成の車両がいなくなった代わりに、車内の通り抜けが制限されているって、罠がある、俺の8両貫通編成を、含めてな。近鉄とかだったらそんな罠はありえない話なんだけどね。奇妙にも、大阪環状線と名城線に、女性専用車両があって、山手線には設定されてないという状況なのか。山手線だけは避けるべきだぞ。ただでさえ、赤田組は日本エリアを心の、知能指数が世界最下位として、厳しい目で見るようになっているんだぞ。ただ、同じ環状運転を、やってる路線として、思わぬ部分があったのは確かだな。この後も続々と大阪環状線に仕込まれてる罠を取り上げるぜ。車両について言うと、白い車両、この上は221系と言って、大和道快速として奈良に向かうぜ。一方で、金色で青帯のやつ、あいつらは223と225で画像のやつが一番新しい225系5100番台。関空奇襲時快速として、関西空港や和歌山方面に向かう列車を担当してるぞ。221系、223系、225系は、それぞれ自分の電車区の線内で運用しており、早い話、大和道快速や関空奇襲時快速はそれぞれのエリアと大阪環状線との直通列車さ。俺は前まで大阪環状線の周回列車と桜島駅の担当だった201系で、他にも103系がおったんだぜ。323系が車で国鉄時代の車両が使われてたのさ。そして201系たちの後を継いだのがこの私、323系ってわけ。その割には俺と似てる部分が多い気がするけど、気のせいか。気のせいだよな。気のせいでもなんでもなく、山手線の E235 系とは共通点が多かったりするよ。例えばこの日立製の LCD とか、山手線ユーザーなら見覚えあるデザインのはず。似てるどころかデザインが全く一緒じゃん。なんで三菱のアニメーション機能を使わなかったんだ。制御装置が三菱のモジュレットこと、フル SIC の VVVFという点。323にトイレをつけたバージョン的なやつとして、227系1000番台がおるな。あれもひねの配属だけど、あとは何らかの賞を取ってるところか。323系のグッドデザイン賞だけど、323系と大阪環状線改造プロジェクトという名前で、大阪環状線改造プロジェクトとひとくくりになってるぞ。私のデビューこそ大阪環状線改造プロジェクトの目玉要素だからね。225系などが夢先線で運用をやった上で、323系の扉数を3扉とする方向で製造が行われており、225系の夢先線運用は323系の導入の上で極めて重要なものとなった。それまでは周回列車よりも快速の方が車両が新しいという罠が仕掛けられてたし、扉の数も違うという罠も同時に仕込まれてたけど、むしろ快速との区別は簡単だったかもしれんな。かくしてこんな感じでホーム柵も整備できるわけだし、
どれが周回列車なのか、桜島に行くか、奈良に行くか、和歌山に行くかは、それぞれの車両で明確に決まってるけど、周回列車と桜島駅は同じなので、要注意。ただ、桜島駅は今は朝と夕方しか直通列車がないから、そこまで迷うことはないだろうな。まあ、桜島駅は行き先が多いから、注意さえなかったら間違いないはずなんだ。父の頃はおじだったから、思い切り目立てたしな。パッと見で桜島駅って嫌でもわかったくらい。懐かしい幕だな。そうなると201系の LED 化はかえってややこしくなっちまったようにしか思えないな。まあ車両だけ見たら大和道快速なのか関空紀州路快速なのかがパッと見でわかるぜ。俺らは役割が入れ替わることはありえないしな。確かに221系と223系はお互い役割が入れ替わることはないな。ただ221系は半和線で走ってた過去があったんだぜ。あれは俺でも意味がわからなかったぜ。本業は大和道快速なんだけどな。もっとも関空紀州路快速のように環状線に突っ込むといった罠はなかったがな。もしそんな罠があったら今頃は大混乱間違いなし。半和線を走る221系、そんな過去があったんだね。オレンジの車両が普通列車、白い車両が大和道快速、青尾の車両が関空紀州路快速、それぞれに何か特有の設備があるならそれも区別する要素のはずだけど、環状線内に限ってで言うと女性専用車両が設定されてる車両がオレンジのロングシート車、トイレがついてる車両が奈良や和歌山に向かう快速って設備だけでも区別がついたりする。さらに言うと103系や201系は区間快速として奈良とかに遊びに行ったりもしたけど、323系は区間快速として奈良に向かうことはしない。ってか俺がその運用を担当しとる221系の兄貴はちゃっかりと一つの罠をしゅっ払ってたんだね。ラッシュ時間帯特有の罠だな。朝の外回り半和線の上りは直通快速、朝夕の大和道快速は区間快速に変身するんだ。これらの列車は野田、あわら橋、今宮の3駅にも停車して環状線内を各駅に停車するようになってるのだ。中にはウグイスの103系も混じってたけど、これも221系に置き換えられており、今となってはクロスシート車で奈良や和歌山に直通するようにダイヤが調整されたのだ。早い話、323系に置き換えられるまでオレンジの車両も奈良に行くことがあったってことさ。ウグイスの103は俺の一部の8両編成と同じ4プラス4だから、車内から通り抜けが制限されるってのは同じだったな。まあ基本的に俺が見つけたのは先頭車から通り抜けが制限されるってことだな。一部の車両だったら通り抜けができるようになってたはずだけど、見たところ周回列車は固定編成だけど運用の都合で制限があるってのが限界ね。まあ仕方がない部分ってところだな。まああの時だったからこそ臨時で電車自由席の関空特快ウィングを走らせてもよかったんじゃないだろうかな。225系5100番台の LED でウィングって表示されたらそれはそれで面白みがあっただろうな。それを使って関西空港の近くの町にある観覧車に乗りに行く赤田組のバトラーが出てきそうだ。赤田組は観覧車が好きなバトラーが多いって聞くし、観覧車における罠は環状線内には見当たらないか。観覧車は縦に、俺らは横に環状してるってだけだしな。大阪環状線に直通するってだけでもかなりややこしいことになってるよね。うん、こっちと比べると設備が貧弱なように見えたぜ。そうそう、大阪環状線の罠は運行列車とか車両だけにとどまらないぞ。おいおい、まだあるんかよ。天王寺以外にも駅には流しかけられてるのは想像につくよ。 JR の線路だけど地下駅があったりとか。天王寺に関しては地下駅に近い感じだけど扱いは地上ってなりそうだな。安倍地下の方がもっと深いだろうし、残念って言っていいのか。この罠の特集は後編も抱えてるようだ。そんなに多くの罠が仕掛けられてるのかよ。後編はもっと洒落た罠が出てきそうだぜ。
見せてもらおうか。さらに洒落た罠をな。天王寺以外の駅における罠なら多くあるぜ。バリアだらけの京橋駅っていう話ね。今時そんな欠陥の駅が街中で通用するとでも。京橋は学研都市線と JR 東西線と接続しており、両線の境界線でもある。 JR 東西線は JR 西日本の東西線としてでなく、西日本旅客鉄道 JR 東西線と正式な路線名称引き上げ線もあるけど、その割には2面2線と機能面に見つかない貧弱な設備だ。うっぱしょっぽ、そこは最低でも3本はいるだろ。まったくよね。最低でも2縮場くらいの規模はないと。だけど京橋の本当の罠は別のところに仕掛けられてるんだ。大阪環状線外回りホームと JR 東西線、学研都市線の連絡エレベーターがないって罠だ。それどころか学研都市線ホームには乗り換えエレベーターそのものがないって罠があったわけだ。これは罠どころか駅の設備としての欠陥にも程がある。使いにくい駅だぜ。てか大阪の京橋って京阪電車との乗り換え駅だけど、ヤバすぎるだろ。でも大丈夫、2020年の間に大阪環状線ホームと JR 東西線ホーム、学研都市線ホームそれぞれの連絡エレベーターが設置されたから、京橋の欠陥構造は一段落だけど、 JR 東西線と学研都市線のホームの設備をなんとかしないとね。罠っていうか欠陥を取り除くのが遅すぎるだろ。こういうのは大阪環状線改造プロジェクトの一部として完了させておくはずなんだろうけどな。そんなひどい駅、地下鉄ではありえない。そんなギャグどころではない欠陥が最近まで残ってたなんて。大阪環状線改造プロジェクトの前の大阪環状線と言ったら完全に国鉄時代カラーの路線だったしな。赤田組はどう思ってるんかは謎だけど、大阪が垢抜けないイメージの原因でもあったぞ。323系が来るまで周回列車が震えって状況だった。下手したらミニコが大阪環状線の新型車両としても兼用するんじゃないかと思ったぞ。あのプロジェクトがなかったら阪和線みたいになりかけてたんだ。大阪環状線の列車が全てクロスシート、さすがにそれは厳しすぎる。それでも今は昼間だと快速の方が多数派になっちまってるがな。大和道快速と関空紀州寺快速にまつわる余談を言うと、俺らのエリアは VVVF 車がいないのに対し、阪和線は地味に全車が VVVF 車だ。227系1000番台もひねのの所属だから、201系の置き換え後も変わらないな。201系の置き換えが予定されてるのに、まるで昔の都営新宿線。その件だけど207系とかが直通快速で走ってるから、 VVVF 車がいないってのは電車区だけの話だ。俺が思うには、古名施設に対する JR のバラメーターを表してる気がする。懐かしい幕だな。そうなると201系の LED 化はかえってややこしくなっちまったようにしか思えないな。てか地球サイド出としてはかなりまずくない？赤田組の拠点地が属する中川地が鉄道車両で一番老朽化してるって。確かに近鉄は10年以上も一般車を買わず、大和路線も221系で置き換えた後でも VVVF 車が配属されない。そうなると東大阪など中川地が大阪で一番鉄道の設備が遅れているって思われそうだけど、大阪メトロ中大阪市営地下鉄では中央線に4万系が導入されるし、将来浮遊道に大阪モノレールが来るわけで、東大阪に関しては今はダメダメでも将来は大化けすることが期待されてるわけだ。そもそも20年も一般車を買わないこと、近鉄もアホではないから、モノレールがやってくるまでにはなんとかやってるはずだ。場合によっては俺が201系を置き換え終わるタイミングで今度は近鉄でもってなりそうだがな。まあそんな近鉄と大阪メトロも大阪環状線と大きく関係してるんだぜ。それ大阪環状線の罠でどう関係あるんだ？鶴橋のホーム正面の改札は出口じゃなくて近鉄との乗り換え改札口だ。これも初見殺しの大きな罠の一つだ。それどころか
代表的な罠でもあるな。そういえば、赤田組って、東アジアの心の知能指数が、劣化してるってかなり警戒してるけど、やはりっていうか、なんか弊害あるんじゃない？もちろん、弊害はあるぞってか、スマホの規制がパルナスで、非常に強いのも、スマホが心の知能指数を、低下させる懸念材料として、ものすごく重く見てるからだ。現に、古橋の乗り換え改札も、スマホとかによって注意力が、散漫になるケースが後を、たたんってのがでかい。赤田組、パルナスが目を光らせてた懸念材料は完全に思うざまだったんだな。逆に言うと、それくらい鶴橋は乗り換えで、利用するケースが大多数を、占めてるってことだ。それ以前に、鶴橋の駅構造で秋葉を、思い出したぞ。総武線が山手線と京浜東北線を、オーバークロスしてるのと同じじゃん。一方で、こっちは近鉄をオーバークロスしてるわけだ。乗り換えにおける罠といえば、野田が挙げられるな。野田って駅名は阪神電車にもあるけど、その駅に接続してる JR の、路線は JR 東西線。一方、大阪環状線の野田に、接続してる路線は千日前線で、阪神電車とは隣の野田阪神で、接続してるぞ。うっぱめちゃくちゃややこしい。千日前線の方はそれぞれ多摩川と野田阪神と、名乗ってるし。しかも、阪神の野田駅に接続してる、JR 東西線もエリエと、名乗ってるから、駅名に統一性が全くないんだよ。なんなんだよこれは。乗り換え路線の駅名がバラバラって、罠まで備わってるのかよ。一応、こっちも掘ったって名鉄と同じ駅名の駅があるけど、接続駅じゃないよ。なぜか関西の主要駅は私鉄と、JR で違う駅名が、多いのだ。これも、私鉄王国としての宿命だ。ただ、奇跡的に難波は揃ったな。よく言うよな、関西は私鉄が強いって。でも、それが逆に環状線が、ボロく感じる原因では？なんだかんだで JR 対大阪市対私鉄って、三つどもえの図式になってるけど、御堂筋線の一極集中で、感覚は感じられないな。街づくりが根本的に違うのか。名古屋の方はどうなんだ？こっちは母体が名鉄と同じだから、さらに事情が違ったりするけど、関西に似たような形になってるのは間違いないよ。栄はドル箱路線、東山線と環状運転の名城線が、接続してるし、そこに名鉄瀬戸線も乗り入れてるんだ。もっとも、名駅こと名古屋駅とかが、外側だし、内側に何があるって言われたところで、ピンとこないけどね。一方で、特定の施設の誘致の関係とかで、停車駅が変わったりするケースは多いな。俺らのところだと、対象外例だ。だけど、停車駅をめぐっては、いろいろと迷走してるかもしれないよね。ウィンズの件もあるし、将来的に、環状線内各駅停車ってなる日が、来るかもしれない。今でこそ、野田、あわら橋、今宮の3駅を通過してる快速だけど、以前まで、大阪から天王寺までは、西九条、弁天町、新今宮の順だったんだ。某鉄道シミュレーションゲームでも、おなじみのこの停車駅が、変わったのは2011年で、新たに対象にも止まるようになり、2012年には福島にも、新たに止まるようになったんだ。2011年以降は、周回列車が非中15分ヘッドに、減電されたから、福島と対象は救われた感じだね。特に対象なんかは、京セラドーム大阪のアクセスルートだから、止めておかないとヤバいことになってたぞ。いくら近鉄と阪神が直通運転して、近鉄運転の大半と阪神本線が阪神なんば線に移行したといっても、阪急や JR には全く影響しない話だからな。てか、梅田は阪神なんば線が開通しても関係なしってのが結論だがな。簡単に止まるようになった。京浜東北線の快速みたいだ。でも、そっちの方がかなり死活問題なのはわかるよ。京セラドームといったら、数々のパフォーマンスが展開されるから。そうそう、有名アーティストとかね、メインは野球の試合で大阪市はそっちを狙ってたよ。特に、高校野球が開催される日は、タイガースが京セラドームで主催試合を行うから、こういう形で、タイガースの主催試合が、福
少なくならないように調整してるわけだ。そうそう、2012年以降の福島の停車だけど、あれ、桜島駅削減の代替措置なんだ。ピエノって小直前までなら復活させてもよかったかもしれない。でも、大阪になんか垢抜けないイメージがある原因が薄々と感じられた気がする。一目でわかったか、それともじっくりと見てわかったか。一目で垢抜けないなってのがわかった。何せ副都心っていう副都心があまり見かけなかった。設備が脆弱すぎたんだ。環状線は大阪の市街地から場所が少し外れたところを走ってるし、近鉄とかは少し走っただけで隣の東大阪に差し掛かるくらいだ。こればかりはどうにもならないな。一方で大阪の垢抜けないイメージについてだけど、少なくとも現場より北に関してはビジネスライクで洒落たところも多いな。ちなみに現場は御堂筋線や堺筋線と中央線が交わるエリアを指す。ここからは垢抜けないイメージの現状を見てみるぞ。正直のところ、大阪環状線は山手線とは全くの別機能の路線と思ってるぞ。こっちは並行する路線が快速として走ってるのに、そっちは一本の路線で通過列車もさばいてるしな。それ以上に気になったのは、大阪環状線の駅に私鉄の巨大ターミナルがあまりないってことだ。ああ見えて、モンロー主義自体は首都圏の方がガッチガチだったりするしな。これは、天満橋で取った京阪1万3000系の快速特急楽楽、始発駅は御堂筋線接続の淀屋橋、淀屋橋から北浜、天満橋、京橋とまるで地下鉄の駅のような走り方をする。さっきの大正の件で阪神南波線が開通した後、近鉄沿線や阪神本線から京セラドーム大阪へのアクセスが移転したといったように、近鉄と阪神は南波を境に相互乗り入れをやって思いっきり大阪の街中を縦断しているぞ。しかもこっちも JR 東西線が思い切り大阪の市街地を東西に縦断してるし、これで将来なにわ筋線が開通したら JR と南海が南北に縦断することになるよ。多くの私鉄路線が御堂筋線を目指して大阪の市街地に突っ込んでおり、首都圏のいわゆる副都心のような私鉄のターミナルは環状線の内側に作られるケースが多く見られた。中には近鉄のように本社が環状線の内側に立地している鉄道会社も存在するくらいだ。御堂筋線は南から天王寺、新世界こと新今宮、難波、千波、梅田、新大阪と大阪の要をぴったり縦断しており、さらには北大阪急用と相互乗り入れをやって、1970年の大阪万博のアクセスルートとして大活躍した。とりわけ、御堂筋線の利用客数は山手線クラスでもあるが、俺ら大阪環状線は、その御堂筋線から客を奪った過去があるのは私鉄側の事情もあるぞ。河内エリアは、近鉄や京阪と JR の乗り換えが盛んで、環状線に乗り換えて梅田を目指すケースも多いくらい。大阪環状線の東側はこれによって西側よりも栄えており、電列車各駅に停車する動機でもある。ありのままに思ってたことを言うぜ。大阪環状線って新幹線と接続してねえじゃん。大阪は新幹線が中心部から離れてない一方で、こっちはちゃんと名古屋で発着するけど、新幹線と名古屋線は接続してないよ。環状線ってより、それぞれのエリアのドル箱路線が新幹線と接続してるわけか。それでも同じ JR だからこそ大阪環状線と接続させた方が良かったんだろうけどな。まあ大阪での垢抜けないイメージはあまり開発が進んでない。南側と大阪環状線の沿線もあるけどな。ここが問題。東京と違って環状線沿線に施設のターミナルがあまり立たなかったからな。南海が難波に巨大ターミナルを建てて、新今宮が世紀末のような姿だからね。それに大阪環状線は並行路線が少ないっていう弱点もあるよ。そこは罠どころか弱点ってさらにひどいんだな。
間違っても、快速の環状線直通を、やめたらいいとかいうのはなしだぜ。オーシャンアローといった特急も、環状線を通って、白浜とかに向かってるからな。環状線なのに平然と、特急が同じ線路を走ってるんか。梅田貨物線が山手貨物線のようなポジションじゃないからこうなったんだよな。あの貨物線、肝心の大阪駅にも行かんから、一部の快速を割り振りってこともできん。新間宮と天王寺とか、快速が止まる駅同士だから、環状線と山都市線の、並行も、特急や快速が環状線と、直通運転するためという意味合いにしかならん。さっきの直通快速とか、区間快速のように、一部の時間で線内各駅停車となることにより、山手線よりタイムロスが多く、増発のボトルネックが目立たりと、とにかく設備が貧弱なのだ。何は筋線って言ったけど、それができたら、快速はそっちに行くんだろうか？ JR ナンバーをあえて地下で、建設したくらいだから、その可能性は大いにあるな。少なくとも、大阪環状線は、何は筋線が開通したら、大きく状況が変わりうるぞ。大阪環状線の罠や、垢抜けないイメージは、貧弱な設備が原因。これが何は筋線で一気に、払拭されるかもしれん。にしても、ネットとかでよく言われる、古い車両を大切に、末永く使いましょう計画、ってのが、赤田組の肌に合わんのだよな。スタートなんかは、俺にはボロい設備が似合わんって、オーラが丸出しだし。赤田組は、リーズナブルにかなり深いこだわりがあるようだ。向こうはボロいものを使い倒すって、行為が価値に見合わないって、思われてるんだな。そういうことから、積極的にリノベーションをやっていて、むしろ現地は寿命60年を想定してるそうだ。